ッションショーです。今回はファンターシャリーに向けて選手の中でもおしゃれさっと人気の3人の選手、長谷川選手、河野選手、小高選手がデザインした T シャツを制作いたしました。それではデザイナー選手の皆様にご自身がデザインした T シャツを着て登場していただきましょう。どうぞ。ということでございまして、3選手に登場していただきましたけれども、まずはじめにですね、小長選手のデザインした T シャツを着た選手と、その T シャツを購入されたお客様が一緒に3名をウォーキングします。ではですね、小長選手、モデルの皆さんを呼んでいただきたいんですけど、一緒に横に進めていただきたいと思います。よろしいですか。では、小長選手、呼んでいただいてもよろしいでしょうか。あ、モデルのみんな、来てさあ、モデルの皆さんに登場していただきます。まず、先頭は小長選手思い切って、あ、そうですね、ラーメンを歩いていただきたいと思います。お子様もいらっしゃいます。可愛らしいですね。あ、ナイスボール、ありがとうございます。続いてどうぞお願いします。はい、いいですよ。はい、ぐるっと回っていただいて、はい、ありがとうございます。可愛いですね。続いて江川選手にご登場いただきました。お、ポーズが決まっております。ありがとうございます。そしたら女性の方も着られるデザインですね。はい、いいですね。あ、合わせが上手です。白い T シャツなので、ね、使いやすいですね、きっとね。ありがとうございます。あちらもね、読めないですよね。はい、そして T シャツ選手ですね。これ何のポーズですかね。伸びやすい、伸びても大丈夫。新色でございます。はい、ということでモデルの皆様ありがとうございます。ありがとうございます。真ん中のステージ中央の方にお越しください。皆さんじゃあ、はい、集まっていただいて、はい、小長選手を中心に前の方にお願いいたします。そうですね、ここにこう一列でお並びいただけたらと思います。はい、はい、ちょっとではですね、デザイナーの小長選手に聞いていただきたいと思うんですけど、今回のデザインのコンセプトを教えてください。山崎が一つになるという感じで、みんな楽しそうな絵を入れたのと、あと左腕のところにチームスローガン長崎ザゴマっていうのを入れました。いいですね。書いてありますね。今カメラにも撮っても貼ってますけれども、グレーの字でこれが長崎ザワンと書かれているということですね。はいはい。そしてせっかくですから背中のロゴももうちょっとね、そうですね、見せていただきましょう。ぜひちょっと後ろ向いていただきましょうかね、はい、こんな感じなんですよね。長崎ザワンダーの人差し指の中心にして、周りにこれは小長選手サポーターの皆さんイメージですか。はい、そうですね、全員が両方の感じをイメージしました。これ小長選手が書かれたんですか。書いてないです。あ、まあ、お願いして、はい、へぇ、長崎が一つになるというねイメージが、はい、いや素晴らしい。せっかくですからですね、あの購入された方にもお話を聞きたいと思うんですけども、よろしいですか。あの小長選手の T シャツいかがでしょうか。めちゃくちゃ可愛いです。可愛らしいね。あの合わせ方も上手ですよね。そうです。あ、そうです。いやでもこうやって普段でも着られそうですよね。はい、着られそうです。ありがとうございます。じゃあせっかくですからお子さんにも聞きましょうか。小長選手がデザインした T シャツどうですか。かっこいい、かっこいいもんね。ありがとうございます。これ嬉しいですよね。はい、
いや皆さんに喜んでいただきました。じゃあこれでですね、はい、野永選手の T シャツは、はい、皆さんじゃあちょっとこちらの方に詰めていただいてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。野永選手デザインの素敵な T シャツをモデルの皆様でした。今一度大きな拍手をお送りください。さあ、あ、こちらの方に来ていただいてよろしいですか。そしてそれではですね、河野選手にね、モデルの皆さんを呼んでいただきたいと思います。続いては河野選手がデザインした T シャツを着たモデルの皆さんが登場します。あ、選手の皆さんがウォーキングするということですからね。じゃあちょっと3人一気にいきます。あ、3人いる、3選手いるということで、これはもう皆さん期待でございますよ。サッカーチャンスですね。はい、では呼んでいただいてよろしいですか。お願いします。いいよ。今日は福永選手、さらに小屋選手、大竹選手とかね、はい、3人が大決まってますね。はい、せっかくですからラーメンを歩いていただいて。いいよいいよいいよ。はい、すごい、本当に一歩が欲しい。大きな拍手を。もうちょい、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 もうちょい。これはいいですね。いい感じで、はい、はい、はい、モデルの皆さんありがとうございます。はい、では、せっかくですから河野選手にもまずお話をしましょうかね。そうですね、まずですね、河野選手、今回のデザインのステップを教えていただけますか。まあ、ちょっとぶっちゃけできることしなかったんですけどアディクションっていう風に書いてあるんですけど、はい、中毒とかトリコとか意味なんですけど、長崎のサポーターの皆さんに、ビファーレの中毒になってほしいっていう意味を込めて作りました。あ、しかも胸にね意味あります。はい、ワンポイントで色がね、ビファーレからそうですね、オレンジと青になってますからね。せっかくですからね、来ていてもらっている選手にお話聞きます。まず大竹選手、河野選手の T シャツいかがですか。いや、最高の寝巻きになりそうです。清っ、清っ、寝巻きはあかん。寝巻きは福永選手はいかがでしょうか。いや、最高の練習着になりそうです。ちょっとレベル練習着、まあ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 、動きやすそうですよね。それでは小屋選手いかがですか。ようやくの主力よりかかっこいい。いや、本当に本当にそう、本当にそう。洋平くんの私服よりはかっこいいと思います。ガンガン私服できます。私服で、あ、ぜひね、私服で着てもらえればね、いいと思いますけれども、ね、ありがとうございました。河野選手のモデルの皆さん、こちらにお越しくださいませ。ありがとうございます。さあ、そしてね、3選手トリを飾るのはね、長谷川選手でございますけれども、どんな思いが込められているのか、まずはですね、モデルの皆さんに登場していただきたいと思いますね。それでは、ね、はい、T シャツをね、購入されたお客様が一緒にランウェイをウォーキングいたします。選手も登場します。では、長谷川選手、モデルの皆さんも呼んでいただいてもよろしいですか。お願いします。はい、どうぞ。幸せなオーラがすごいんだよ。ご結婚おめでとうございます。はい、ございます。あ、出てきましたね。かっこいい。はい、わー、決まっております。ありがとうございます。磯村選手、磯村選手、ね、良かったですね、昨日も。そうですね、はい、配信がすごい良かったですね。はい、ありがとうございます。急いよ。女性の方にも登場いただきました。女性の方が来てもね、来るのかっこいいですね。女性の方も似合いますよね、お互いに。女性の方にも、はい、はい、そしてマンボでして、はい、愛用させてくる選手もしていただきました。かっこいい。うわー、せいやさんのどこさんが来てくれましたけど、これは
そうですね、いやまずは、ね、長谷川選手に聞きましょう。そうです、デザインとかコンセプトどんなところだったんでしょうか。まあ記憶に新しいんですけど、開幕戦の、はい、これしかないんですけどね、僕は。そうなんですけどあとは後ろにノービファーレノーライブって書いてあって、まあみんなの生活の中にビファーレがあったら嬉しいなというのと、なかなか普段着れるグッズがないってファンの人によく聞いてたんで、こういうのを作ってみました。で表はもうカレーが好きなんでカレーについて込められてます。カレーについて超カレーグッズノーカレーノーライフ。なるほど、まあ、いろんなのが混ざってるわけですね。この、まあ、令和が始まったんですけど、ゴリゴリ昭和の死後の超ベリーグッドをちょっといじって超カレーグッドに変えてみました。なるほど、これはちょっと聞かないとわからなかったですね。ありがとうございます。せっかくですが、購入されたお客様にもね、一言ずつ聞きたいんですけれども、長谷川選手の T シャツいかがですか。まあ、デザインも良くて、着心地もいいかなと思います。ありがとうございます。着心地もいいということで、女性の方はいらっしゃいかがでしょうか。デザインのカラーリングがとても私の財布で購入させてもらいました。タイプというね。じゃあ普段から着てくれますか。はい、嬉しいですね。せっかくですから鈴木選手にも聞きたいんですけど、鈴木選手いかがですか。そうですね、僕たち選手は今日初めてこのデザイン見たんですけど、完全長谷川選手の好みの T シャツになっちゃってるなと思います。そうなんですか、よくこういうのを着ていらっしゃると。サイズ感もちょっとビッグシルエットで、まあ、ユウ選手が好きなデザインになっていると思います。あ、そうなんですね、もうご自身の好みをもう T シャツに込められたということですね。どうしましょう、せっかくですから、はい、海王選手に聞きますか。ピタ坂見崎シロジョシクセペタプラミ、本当にスタイリッシュな、シャツで、自分のことをイメージして作ったんじゃないのかっていうぐらいだと思いました。本当に言ってますけど、ずっと本当に選手ブラッサーをブレバーサクラカードも、もう絶対今日持ち帰りますし、今日からも私服として使わせてもらいますよ。これは自分のことなんです。ということでございまして、はい、ありがとうございます。それぞれ素敵なデザインでした。選手デザイン T シャツファッションショーでした。皆さんありがとうございます。大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。本日小永選手と長谷川選手がデザインした T シャツは、サバリーナのグッズ売り場にて販売していたんですが、売り切れとなってしまいました。申し訳ございません。数枚プレゼントされるということでございます。これも楽しみですね。プレミア付きの T シャツになりましたね。はい、いや盛り上がりましたね。さあ続きまして